ランキングでありますが、稲垣大成が7アンダー単独トップであります。その稲垣、11番のティーショット2アイアンです。フェアウェイを捉えています。最終組が11番のティーグランド、388ヤード、ティーショットはやや打ち上げ、セカンドから右直角にドッグレッグ、かなりの打ち上げであります。倉本現在6アンダー、そしてもう一人6アンダー鈴木浩一はその前の組でプレーしております。最終組の中島が4アンダーであります。最終組11番にプレーが入っております。現在のランキング、稲垣大成、大きな大きな夢が実現するんでありましょうか。1992年現在のプロゴルファーの数2600名であります。その頂点に立つのは果たして誰なんでしょうか。中島現在4アンダーであります。もう一つスコアが伸びておりません。1992年第60回日本プロゴルフ選手権、生中継でお送りする最終日です。5月の17日プロゴルファー日本一が決まる最終日です。新緑に包まれた下秋間カントリークラブ、全長7145ヤードパー72、群馬県安中市にあります。上空曇り空です。稲垣大成が10番でバーディーを取って7アンダーであります。しかし混戦模様、これから激しい戦いになるはずであります。さあ最終日、実況生中継でお伝えしてまいりますが、実況の方は私吉田慎一郎、解説は杉本秀夫さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、何かこうワクワクしてきますね。そうね、やっぱりコースの難しさっていうことがやっぱり関係して、スコアが非常に混戦ですよ。そうですね。誰これ一人抜け出すというわけにいかないですね。そうですね。はい、まあ、その難しさですが、はい、まあ、去年までの8月開催、暑さとの戦いから、うん、今回は非常にコンディションはいいんですが、はい、稲垣大成ですね。9番アイアンを持っています。11番のセカンド、10番でバーディーを取ってトーナメントリーダー7アンダー、打ち上げどうですか。ピンそばバーディーチャンス、素晴らしい、これは素晴らしいいいショットですね、これはね、旗の根っこが見えませんからね、はい、距離感が非常につかみにくい、まあ、フェアウェイから打ったってことがやっぱり幸いしてますけどね。倉本選手はラフですね、ボール止まるかどうか難しいんですよね。はい、割合今日はおとなしいゴルフです。ワンボギーワンバーディー、ちょっと安全になりました。そうですね、今のラフからっていうのは難しいんですね。そうなんですね、はい、そして中島です。今日はバーディーがありません。5アンダースタート、そろそろ追い上げていきたいところですが、止まりません。ちょっとこぼれました。これ難しいですよ次が、まあ、先ほど倉本選手が打ちましたラフですね、はいはい、今の中島選手もそうでしたね、はいはい、このラフの部分ですが、これが実は大変厄介だそうですね。そうなんですね、今もう本当に8月から5月になったってことは気候的にはいいんですが、今の時期ちょうどこの花が咲くんですよ、芝にね、はい、でこのですね、この花がですね、打つボールを本当に不規則に飛ばしちゃうんですね。そうですね、スピンはかからない、方向は変わっちゃう、本当に厄介な芝なんですね。ちょっと5、6本抜いてきたんですけど、はい、これですね、この茎の部分が大変厄介です、はい、もう切れませんから簡単に。そうですね、はい、さあそれでは緊張の最終組呼んでみたいと思いますが、リポーターは山田プロです。山田さん。はい、山田です。何かこれからという感じはしますけどね。ですね、稲垣選手なんですけどね、はい、1番3番とボギーやったんですよ、はい、ですからそれだけ重圧でちょっと負けるかなと思ったんですけど、それで少し我慢しましてね、8番ホールでバーディー取って、はい、それから息つきましたね。で10番でまたバーディー、またバーディー抜け出した、それもねアイアンぴったりくっついたバーディーですからね、はい、いいと思いますよ。わかりました、はい、それからその前の組6アンダーで回っている鈴木浩一、こちらには保坂アナウンサーです。はい、保坂さん。吉田さんね、今日はハーフ終わって鈴木浩一選手がね、もうめちゃくちゃだよと、うん、と言いますとね、ダブルボギーが一つあるんですけども、3つのバーディーのうち2つがチップインなんですよ。おお、風も吹いてきましたしね、はい、優勝争い面白そうですね。なるほどね、はい、チップインがそんなにあるんですか。だからちょっとねめちゃくちゃって言ってる原因がそういうチップインが2つあって、でまあダブルボギーもあるという、自分ではうまくコントロールができてないというところなんですね。はい、中島はこれはアイアンですね、パターではありませんね。これは
ワンクッションを使ってピッチエンドランですね。もちろんグリーンのエッジですよ。チップインを狙ってるでしょう。ああ強い。ああよく止まったんですね。吉田さん、はい、あのね中島選手はねほぼ自分のゴルフやってると思いますよ。あそうですか。8番ただ一つセカンドミスしただけですね。あそこで8番はロングなんですが、そこでボギーですね。セカンドをね右掛け下に落としたんです。そのミスだけですね。あそうですか。それでねあの安全運転ずっとしてきてるんですよ。なるほど。で多分インコースのがちょっと幾分優しいんですよね、アウトよりは、ですからこれから攻めてくると思いますね。なるほど。そして倉本ですが、山田プロいかがですか。倉本選手はね、あの外人 の、 あのキャディいますね、はい、あれとねすごくコミュニケーションしてるんですよ、ですから今までのトーナメントの感じの態度と全然違いますね。ゆっくり時間かけてます。あそうですか、はい、これはだいぶ距離があります。入ればバーディー。届くか。これは惜しい。いや惜しい。しかし山田プロ、はい、倉本選手の今日のこのスラックスは実に派手というか、はい、艶やかというか一番一番いや今のは残念。今回はこういう笑顔が目立ちますね。そうですね、あのプレーがだから自分がかなり思い通りいいプレーをしているという余裕があるんじゃないですか、はい、さあそしてこの稲垣大勢のセカンド、やっぱりフェアウェイから打つ球はしっかりしたスピンがかかってきますね、はい、しかしこれを入れると8アンダーで2ストロークリード、大きいですね。ちょっとね少し下り気味の最後少し右曲がるんですよね、はい、それだけですよね。うん、左の縁が強めなら左の縁、やっとこうゆっくり入れるならちょっと外すぐらいです、はい、それとですね、はい、稲垣選手ですね、あの新鋭隊っていうんですか、ものすごいギャラリーいますよ。あ大声出してナイスパーなんてのがいますからね。さあここでも入ればきっとそういう声が聞こえるでしょう。バーディーパット。いや下りなんですね、やっぱりちょっと左を狙って柔らかく打ちたかったのがポンとヘッドが入っちゃったんですね。これは苦しい。残念と言っておきましょう。鈴木浩一12番、今日はピンポジションが3段グリーンの一番手前です。手前に止めたいんですが、あいいですね、はい、いいところです、はい、ほとんどもう平らなところですね、はい、中島11番パーパット。中島が爆発するか。稲垣大勢絶好のチャンス取れません。しかし7アンダー単独首位であります。最終組11番終わってこれから12番のミドルホールのティーグラウンドに移動中であります。さて第60回大会賞金総額が1億円、優勝は1800万円、そして何よりもプロゴルファー日本一男の勲章がかかっているわけであります。それから優勝者には副賞としてトヨタの最も新しい高級車アリスト 3.0V、 この車が贈られます。さらに17番はショートホールです。17番ショートホールにはホールインワン賞として協賛各社より200万円が贈られることになっております。この後18番がロングであります。さあ最終組に戻りましょう。12番、やっぱりアイアン持っています。またこれ2番アイアンですね。左が OB ゾーン、だいぶ右の方に行きましたか。彼はね右側からのドローが得意なんですよ、はい、おー、ほとんど全部ですね、右側からドロードローで攻めてますね。そうですね、はい、いいボールですね。飛ぶボールですね。なるほど、距離が出るボール。そして倉本もアイアンです。2アイアン、これも同じか考えたですね。全く同じような球になってきてるんじゃないでしょうか。まあ、このトッププレイヤーがプレーして12番バーディーの確率というか可能性はどうですか。これはね今日のピンポジション60%、あ今日の旗の位置ですともう 50% 以下になりますね。あそうですか、真ん中ぐらいですとね 60% 以上になるでしょうね。なるほどね、中島もおドライビングアイアン。山田プロのリポートでは何かこの後半に備えているというそんなリポートが先ほど入りました。これも
同じようですけど、これちょっと帰り際悪いですから右側かもしれません。あ、大丈夫ですね。フェアウェイを捉えております。現在稲垣大成が7アンダー単独トップであります。さあフランクリン、これバーディーパット12番です。これはかなり難しいですよね。これは難しい、で2段グリーンの上ですからね、真ん中の段から一つ下の段に打っていくわけですね。こっから落ちるわけです。ああいかん。このフランクリンは下秋間カントリークラブの所属のプロであります。吉田さんね、フランクリン、この放送は群馬県安中市にあります下秋間カントリークラブからお伝えしております。最終日です。最終組12番です。この距離的には350ヤードそれほどないんですが、そうですね、なかなかバーディー出ないというその辺を、やはり左サイドに OB ゾーンがありましてね、ドライバーで打てばそれはもううまくいけばサンドウェッジかなんかでもうバーディーの確率が高くなるんですが、はい、どうしてもその左サイドのこの OB ゾーンを嫌がって右へ打つ、右へ打つとラフにある、はい、あるいは距離が、まあ、フェアウェイと捉えたかったら今みんな打ったみたいにアイアンで打つ、そうすると大体120、30残るわけ。で2段3段グリーンですから、3段グリーンですね、グリーンが難しいんですよね。そうですね。で今日のピンポジションは1番、おっと鈴木浩一バーディーパットです。12番入れば並び、惜しい、あっと惜しい、わずかにスライスライン、ね、ラインとしてはいいとこだったんですけどね、これはやっぱり打ち損なったんでしょう、はい、本当はこのピンの手前につけたいですけど、おっと倉本打った、どこにつくか、あっと大丈夫ですね、大丈夫です、大丈夫ですね、あれならまあうまくいけばチップインってこともチャンスはありますよ、はい。さて中島で山田プロどのぐらいの距離見たらいいですか、ピンまで、ピンまで130ヤードですね。あ、130、風はどうですか今、ちょっとフォロー気味です、はい、9番で強く打つか8番でちょっとカット気味のですね、スピンのかかる球を打つか、はい、ちょっと今ボールに土がついてましたね。あ、そうでしたね、これはいやいや、あ、嫌なもんでしょうね、ちょっとね落っこった時についたんですね、はい、昨日の雨かなり降りましたんで、そうでした、9番でしっかり打とうとしますね。残りピンまで130ヤード、9番アイアン、おお、いいと、いいとこですね、これは面白いですね、はい。鈴木浩一はこのホールパー、それからフランクリンも2パットパー5アンダーで13番に移っております。グリーンから見ましょう。このようにセカンドからは打ち上げなんです。稲垣大成ピッチングウェッジですか、これはピッチングのいわゆるフルショットですね、はい、120ヤードあります。当たり損ないですね、ちょっと左目ですね。あー、ピンまではちょっと距離あります。これはねもう距離を間違えたというか当たり損ないですからね、はい、難しいですよこの次のパットは。稲垣大成現在7アンダー、いよいよ面白くなってまいりました。中島がバーディーチャンスを取っております。13番鈴木浩一、画面の左上453ヤードのミドルホールです。ちょっとか距離あるんですね。そうですね、でしかしこのティーショットはいいじゃないですか。そうですか、フェアウェイです。これはもう絶対条件はフェアウェイ捉えなきゃダメなんですよね、はい、それでまだ180ヤードから、はい、80から70ぐらい残るんですよね、それでまあ5アイアンか6アイアンってとこでしょう、はい、12番に戻ります。最終組です。倉本のライですが山田プロいかがですか。ちょっとバンカーを、ね、駆け上がったところです、パターでできると思いますよ。いいとこですね、はい、これ大丈夫ですよね、はい、でしかも上りと逆目ですからね、はい、稲垣選手の方が先打つようですね。あ、稲垣大成の方が遠いんですね、それでね、これはね2段グリーンのちょっとねかかってるところなんですよ。でかなり曲がってきて下るんですよね、はい、かなりのスライスラインです。いやですよね、これはその打ち損なうと手前からぐーんと右へ曲がってしまいますから。あ、ということはあんまり狙わない方がいいんですか。もうこれはもう完全に2パット狙いですよ。距離合わせてね、これは1パットはもうほとんど狙う気持ちはないと思います、はい、このタッチで稲垣大成の
精神状態がある程度出ますね。出ますね。さあタッチはどうか。現在7アンダー単独首位。なんと1メーター半ぐらい行きましたね。こうして山田プロはあれですか、今なんかもこう打った後下をうつむいて歯を食いしばってこういう表情が多かったんですか。トップに立ったっていうのはもう本人知ってると思うんですよね、はい、それからですね、それからのゴルフがどうなるかですね。そうですね、はい、結構ね心の優しいプロなんですよ、そういう性格のプロなんですから、ね、その辺がどう出るかですね。だから稲垣選手としてはね、吉田さんね、11番であのチャンスを取りたかった、はい、少しでも楽になりたかったところなんですよ。貯金が欲しかったんですよね、それが取れなかった、ちょっと硬くなりますね、はい、今回はそうですね、倉本選手がこうして外国人キャディでしょ、それから中島選手も外国人キャディでしょ、そうですね、まあ、随分ジャパンプロも変わりましたね。外人のこのキャディさんとやると怒りたくても怒れないんじゃないですかね。こちら中島のキャディです。それはね倉本プロ言ってましたよ。でしょう、英語だったらそんなに怒れないですよね、余計なコミュニケーション使わなくていいんだと言ってましたけれども、表情からすると明らかに狙っている感じです。右へ切れると読んだんですね、はい、彼とのだからキャディさんとの相談でスライスラインだろうと読んで打ったら、逆に左へ曲がったような感じがしましたね。最終組は広島県出身の倉本、京都出身の稲垣、そして地元群馬出身の中島。中島は絶好のチャンス、これをね、これはしかし土のついてるボールをね9番でしっかりで、私は中島選手のスイングが本当にいい状態になってると思います。あ、そうですか。絶対にボールが左回転のボールがないですから、今でも落っこって右に跳ねましたでしょ、はい、ってことはちょっとフェード回転の球ですからよく止まりますよね。はい、このパットはね実は近いんだけど容易でないんですよ。あ、そうですか。だからこのパットが中島選手が入ったらうんと乗ります。あ、これはだから今後の展開にうんと大きいパットだと思いますよ、うん、中島常幸1977年日本ラインでこのタイトルを取りました。その後2回取って現在3回このタイトルを取っております。バーディーパット、難しいですよね今の。そうですか、難しいラインですか、近いんですけど反対側に左側についてるのは何でもなかったんですかね、はい、まあ、昨日の時点では優勝スコアは9アンダーかどうかなと言ってたんですが、どうやらそこまでいかないですね。これは9っていう読んでたらちょっといきませんね。私はもう8で十分だと思ってます。8で十分、はあ、これちょっと横位置ですと距離ありますね。1メーター半は十分あるんでしょうね、はい、ただボールの曲がり方はあんまり曲がらない、しっかりさえ打てばですね、ちょっと感じとしては右縁側を狙えるんじゃないでしょうか。山田プロ、はい、随分稲垣選手時間かけてますね。ですからトップに立った時のこのパットが入るかどうかなんですよね。あ、狙いはやっぱり右縁向いてますね。わずかリードはワンストロークであります。まあ、入れた。これはよく入れました。ナイスパー。ワンストロークリードは変わりません。いや、しかし山田プロ本当に応援団の声がすごいですね。すごいでしょ。聞こえますよ。よく約3名ぐらいそうですか。最終組12番、いずれもパーで通過であります。この後13番がミドルホール、14番がショートホールであります。さあ、それでは稲垣のフロントナイン、まず山田プロ1番ですけれども、この第3打のアプローチはこれ完全にミスしましたね。本人に聞いたんですけど、やっぱりライが悪くて、ちょっと噛んじゃったって言ってましたね。あ、そうですか、はい、そして3番もボギーだったんですが、8番でいいバーディー取りましたね。そうですね、それで生き返りましたね。これはナイスバーディー。これもいいですね。これがそして10番がバーディーであります。したがって今日はパ
パープレーで回っているわけであります。この画面の向こうに見えるのが秩父連山になります。上空は薄曇りです。18番加瀬秀樹、2年前の天野山で行われた大会、このジャパンプロのチャンピオン、ロングホール。おっと、これはすごいちょっと今日のピンポジションで信じられません ね、 ですね。今6番ぐらい取ったんじゃないでしょうか。はあ、素晴らしい。稲垣大成、依然ワンストロークリード変わりません。この放送は下秋間カントリークラブから生中継でお伝えしております。さあ、難しい13番に最終組入りました。トーナメントリーダー稲垣大成、なんとしてもフェアウェイを捉えなければいけません。左サイドですね。453ヤード、あ、そうですか、左フェアウェイに残りました。これは飛んでますね。杉本さん、はい、中島君とね、はい、稲垣君とじゃあだいたい内君のが30ヤードは必ず出てますねだからティーショットがガーンってあの真ん中へいいとこ行かれると加藤を持つ2人は打ちにくくなりますね。確かにね、これは上原選手です。これ上原浩一ですか、はい、あ、これはいいバンカーショットですね。そして画面の右側、鈴木浩一も今入ってましたかね。ねえ、左のバンカー、はい、これから第3打です。あ、そうですか。鈴木浩一がグリーン周りバンカーショットでしょうか。ティーグランドに最終組です。少し時間を取る倉本です。あのこのホール昨日ミスしてるんですよね、左掛け下に。昨日ダブルボギーでしたね。でも今日は風が左から右に吹いてるんですよ、ですから多少は大丈夫かなという感じがしますけど、同じスタンスですよ。左向いてスタンスしましたんでフェードボールでしょうね。これはほぼ真ん中ですね。いい球ですね。今日はフェアウェイです、うん、やっぱりこうして優勝争いしてくると気合が乗ってみんないいショット見せますね。そうですね。そして中島、高いティーアップ、ややオープンスタンス。これもほぼ真ん中ですね。これまたフェアウェイ、倉本のボールをだいぶ超えていきました。お、稲垣のボールがこれですか。同じぐらいですね。並んでますね。ちょっと稲垣選手が飛んでるぐらい、18番加瀬秀樹イーグルパット。うわー、ナイスイーグルです。これは素晴らしい。トータルイーブンパーで4日間の競技終了であります。最終日の模様実況生中継でお伝えしております。ここからもう近いんですけれども、薄い峠あたりでは山菜狩りが盛んだとこう聞いております。水高1パーパッパーパッ、あっとダメです。ボギーパーパット入りません。ワンストロークダウン5アンダー。バンカーからのパーパットですが入りません。そして一方のフランクリン、これはパーパットです。一時鈴木浩一がトーナメントリーダーに前半ではなったんですけどね、7まで行ってね、この1番のダブルボギーが起きたと、ね、そうなんですね。フランクリンがちょっと気になるところに来ましたね。あ、そうですね、どうですか、もう一度伺いますが、はい、優勝スコアというのはどの辺に落ち着きそうですか。私はね、7か8だと思ってます。8はもう十分、8だったら間違いないと思います。セブンでもかなり十分チャンスありますね。かなりフォローの風が吹いております。13番ミドルホール、吉田さん、はい、先ほどの加瀬選手のイーグルご覧いただきましたよね。残り175ヤード、ボールはラフだったんですがね、ライが良かったので、とにかく思い切って打ったと、昨日までどうもバタバタしていた、非常に気持ちよかったですねとホールアウトを語ってました。いや、しかし加瀬選手は見事イーグルでフィニッシュしております。
現在の状況です。稲垣大成単独リーダー、6アンダー倉本、5アンダーが2人であります。デビッド石井も過去のチャンピオン、羽川池内、山本義孝も過去のチャンピオン、そして加瀬秀樹も同じく、藤木はホールアウトしております。新井紀子選手が今日1位、ね、頑張りましたね。そうですね、途中までね、いいアンダーパーでいましたけどね。そうでしたよね、ちょっと後半ボギーしましたけど、はい、それから牧野選手ですね、先週勝った、はい、とにかくこの大会前風邪をひいて非常に調子が悪かったと、それから背筋を痛めてまして、この大会もスタート前20分ぐらいまでずっと治療をして、あるいは欠場かなと思ったんですが、とにかく頑張りましたと、それから初日のスタートいきなり40ハーフが、これが後まで王を引きました。今日3アンダーで回ってますよ、なるほどね。倉本のセカンドショットはここにつきました。まあ、今回あの2日目あたりも随分腰痛で棄権する選手が続出であります。まあ、そういえばそういう腰痛対策の一環として今年はあの PGA が、フィットネスカーを、ね、はい、そうですね、トーナメント会場に持ち込んで、はい、随分あの選手も利用しております。稲垣大成、残り170ですね。7番アイアンちょっとフォローですね。いい状態じゃないですか。今日のピンポジションはかなり奥ですが、おー、いいところに来ましたね。あのちょっと反対側ですけどね、入れたいのならやっぱり右側につけなきゃいけないんですけども、これは右ゾーンがいいところですね。ですよね、だから中島選手はフェードを打って右側に持ってくるんじゃないですか。はい、ほぼ同じ距離です。7番アイアンを持っています。いいショットですけども、2人とも難しい。そうですか、はい、最終組13番にプレーが入っております。下秋間カントリークラブからお伝えしています。14番フランクリン8アイアンを持っています。163ヤード、これ高低差20メートル ありますね。20メーター風が左からかなりついて吹いてますね。相当打ち下ろしていきます。おっと、キャリーオーバー。これはトラブルですね。ボール止まってますよね。止まってるでしょうね。これは大変ですね。13番のグリーンです。吉田さん、はい、公式戦男と言われたこのジャパンプロ2度勝っている金井誠一選手、この雨でね、グリーンがよく止まる、これはもう僕には絶好のチャンスなんだと、ただ最後までグリーンを読み切れなかったというふうに言ってました。そうですね、金井誠一選手はこのジャパンプロを2回勝っております。倉本選手はちょうど10年前名神八日市で行われた時のチャンピオンであります。それから中島選手はこれまで3回勝っております。まあ、この長い歴史で過去4回勝っているのが宮本智吉さん、戸田東一郎さん、林義郎さん、中村寅吉さん、そして去年の尾崎正史ジャンボということであります。中島青木が過去3回勝っています。まあ、今回倉本は割合長いパッティングが入ってるんですね。いいですね、はい、だからこれもねチャンスあると思うんですね、この3人の中で一番チャンスがあるパッティングラインですね。ああそうですか、はい、半分覗いていますがボールがストップ。惜しいね。ですかね、ですね、もう左へコロッと転がればもう入ってますからね。14番の鈴木浩一です。13番ではボギーを打ちました。現在5アンダー。そして13番中島、中島もそろそろ欲しいんじゃないですか。欲しいですね。先ほどの12番でチャンスがあったの、まあ難しかったけど外しました。またチャンスが来ましたね、はい、これまたねちょっと難しいんですよね。かなり右へ曲がりますからね、だから
強めに打ってもらいたいんですかね。合わせると右ですよ。トップと現在3打差あります。今のはうまく打ったと思いますけどね、はい、惜しいですね。ほんのちょっと外れております。パーです。さあこうなりますと稲垣が来るかどうかですね。そうですね、あの稲垣選手これは入れようと思って簡単には入りませんからね、ええ、むしろあのそんなつもりじゃなくてとにかくあのホールの方へ打ってみようと思ったら運よけれ入りますよ。あ、そうですか、なかなか読み切れるラインじゃないんですよね。左もちょっと行きそうな、うん、右、まあ右行くのが当たり前ですよ、今日の最終日はとにかくパット勝負こう言っております稲垣大成です。昨日66で回りました。現在1ストロークリード。4メーター打ち上げのピンは全く見ません。あやっとグリーン覗いただけです ね。これはもうピンチです。あ風がだいぶ強くなってまいりました。現在のリーダーは稲垣大成です。14番ショートホール、まあこれ入ればパーですがフランクリンが ねこれはもう距離を合わせてスーパットで行くしか方法ないですよ。そうですね、これ狙ってねちょっと強めったら向こうまで出そうなパットですから、はい、この後15番がミドルホールです。16番ロング、17番ショート、そして最終18番がロングホール。この18番ロングホールは加瀬がイーグルを取りましたように2オンの可能性が十分あります。フランクリンが先ほどね杉本さんちょっと吉田さんしたらと言ってました、ね、フランクリンは攻めよう攻めようという気分がちょっと先行しましてね、それがうまくいってないですね。あそうですか、はい、1番で2オン狙って、まあ、3オン1パットのバーディーだったんですが、その後2番3番と、全部グリーンを奥あるいは左に外してボギーなんですね。はい、さあ鈴木浩一のバーディーパットです。これはいいラインですね。あそうですか、はい、これはもうちょっと上りですからね、はい、でしかもスライスライン。吉田さん、はい、鈴木は今日あのチップインが2つありましたけども、ハーフで12パットです。12パット、静岡県出身36歳の鈴木浩一。惜しい、いいパットですけどね、まあ、あの今もう最終組はもうティーグラウンドぐらい行って待ってるんでしょうけどね、実はねあのちょっとこの4日間のうちで一番今日は風が強くなってきた。あ18番羽川のセカンドです。あおっとどこ行ったんですか。あよかったですね。現在イーブンパーは9位タイの羽川。あのまま抜けていったら OB ですよ。あそうですよ ね、でそして、はい、先ほどのことなんですけどね、この風が強くなってきた4日間の中で一番強いんですが、特にこの14番からが一番難しい条件の風になりましたね。あなるほど、上原今のボギーパットが外れましたね。これでダブルボギーですか。あそうですか、池かなんか入ったんですかね。吉田さん、はい、上原もグリーンの奥にフランクリンとほぼ同じような位置に外したんですね、ティーショット。あそうですか、はい、そしてフランクリンこれからボギーパットです、まあ、上原はスタート前にもうどうせここまで来たんだから、最終日は60台かさもなく80台とそんなゴルフで行きますと言ってましたけどね、どうも裏目に出たようです。そうですね、だいぶこれ急に30分ぐらい前からですか ね、風が強くなってきましたね。特に14番このホールはティーショットは難しくなりますね。はい、あっとこれもダメです。いやダブルボギー、これで完全にフランクリンのあれは
なくなりましたね。そうですね、これ止まっちゃいました、はい、そうすると稲垣大成、倉本、はい、鈴木浩一、それから4アンダーの中島、そうです、この辺ぐらいまでですか。で稲垣選手これから打つんですが、ちょっと気になるところはね、彼はねボールが割に軽いんですよ、はい、高い球でねスピンが効いてますけども、風にはちょっと弱そうなんですね。あ、なるほどね、はい、気になります。ここは高低差が20メートル、したがってインパクトからボールがグリーン落下するまで約7秒半ぐらいありますね。だいぶ時間かかります。吉田さん、はい、まずこのピンじゃ寄せる気にはならないですね。ピンの奥にワンピンぐらいに行ったらちょうどいいんじゃないですかね。なるほど、相当手前です。池越え打ち下ろしのショートホール、ああいいですよ、もう乗って一安心ですね。おそらく9番か8番でしょうかね、うまく打ちましたね。これ山田さん、やっぱり左からの風ですか。はい、ちょっと回って、さっきまだちょっとフォローだったんですけど、今真横に変わりましたね。あで、いや、おっしゃる通り一段と強くなりましたよ。はい、最終組残りのホールは5ホールになっております。実況生中継でお伝えしております。ジャパンプロ最終日、左は崖ですが、おっと危ないですね。おー、だいぶ奥いっぱい今多少ちょっとカット左向いてちょっと傾き気味のがかぶって、そのままストレートに行っちゃったんですね。だから飛びすぎちゃったんですね、はい、この14番が今日のデータも入ってストロークアベレージ 3.06、 みんな8アイアンぐらいで打つホールなんですけど ね、それだけにやっぱり距離感が苦しんでるってことですね、はい、9番アイアン持った中島、残りホールは5ホールであります。右行くと危ないですね。現在3打差、早く、あっと乗りました、なんかもうヒヤヒヤしますね、一段と風が強くなってまいりました。下秋間カントリークラブから生中継でお伝えしています。15番の鈴木浩一です。距離が413ヤード、右に OB ゾーンがある、したがってこの左の斜面を利用してというんですが、いや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 、これは大変ですよ。そうですね、やっぱりねアゲンストですね、かなり、あ、はい、ちょっと吹けるとね右側の方へ飛びやすいんです、ええ、それだけに左に向かって打ったわけですけどね、はい、これセカンドは大変ですね。最終組です。倉本のこのパッティングですが、相当距離があります。倉本選手 のこの長いパット、これはね8番で9番でも良かったと思うんですね。軽く打とうとしたらパッとちょっとヘッドが入っちゃうんですね、左へ、はい、で球が飛んじゃったもんで本人うんと心配しました、オーバーを。良かったです、止まってね、はい、でこのパットでね下目打てたら大したもんですよ、オーバー目に。先ほどのフランクリンがやっぱりだいぶショートしましたよね。いやもう怖いですもん、あれね、ホールを越えたら止まんないんじゃないかと思い出しますからね、はい、吉田さん、はい、ね、カップの手前1メーターぐらいはちょっと上りなんですよ、でカップを過ぎたらまた下りなんですよ。その辺はどういうタッチを出していくか、ね、今このトランス選手のあるところがちょっと平らっていうかね、上り気味、それから下るんですぐ、で今度は下ってってホールの大体3メーターか4メーター手前でまた一辺上ってまた下るんです。相当キャディの意見を参考にして、この倉本がジャパンプロを取ったのがちょうど10年前、1982年、昭和57年、滋賀県の名神八日市カントリークラブで行われた大会でありました。当時26歳、初出場で初優勝の快挙を達成したわけであります。あの時にはプロデビュー13ヶ月という速さで、まあ、中島を抜いて戦後ジャパンプロ獲得の最年少記録を塗り替えたわけであります。当時これでまあやっとプロの第一歩が踏み出せましたと、こういうコメントを残しております。倉本、さあどうでしょう。いいんじゃないですか。そうですか、これはいいと思いますよ、はい、15番の鈴木です。残り170ヤードで風はアゲンストですね。左しかないです。つま先下がりです。あ、うまく打ちましたよ、はい、さあボールがどこに落下するか。
おっとグリーンの奥に止まりました。これはもう最高って言ってるんじゃないですか。そうですね、まあ今ご覧いただきましたようにこの15番もそうすると相当嫌なミドルになりますね。もうアゲンストですから、とにかくこれからは全部ですね、アゲンスト、17番だけですフォローは、はい、あともうパー4パー5全部アゲンストです、中島のスイングです。インパクトを低く長く取りたいとこう言ってるんですけどね、ちょっとね合わせたんですよね。ああそうですか。やっぱり気持ちはやっぱり池の気持ちは多少あったんでしょうね。うん、さあ稲垣です。これもそうすると狙ってはいけないです、ね、いやこれはね狙いますよ。ライン乗れば割にあのホールのところまで行きますから。ああそうですか、距離感です。相当風が強くなってきました。秩父連山の山並みあるいは妙義山のその岩肌、この辺はすっかり見えなくなってきました。今年のジャパンプロ最終日、群馬県安中市にあります下秋間カントリークラブから生中継でお伝えしております。吉田さん、はい、今年も初めてジャパンプロ出場権を得てトライした若い選手が7人いるんですがね、そのうちの1人福澤義光選手、いい勉強になりました、うん、特に、失敗したのは昨日今日と上がり4ホールで4オーバーぐらいなんです。で特に昨日は後ろ5組で回って、大変、いい経験でした、ただあの後期のテストがダメだったんでね、フィランスロピーまで一生懸命頑張りますということでした。さて中島、入ったバーディー、中島ナイスバーディー、3ストローク差から2ストローク差、いよいよ何かが始まりそうな予感でね、この入ったパットで結果的なこと言いますけどね、実はあのこれはね、あの今までの過去の3ホ、あの2ホールよりずっと楽なパットなんですよ。あそうですか。ラインがは、だからあの私あの稲垣選手のも狙いますって言ったのはそうなんです。なるほどね。ここはあの杉本さん言われたように方向によってはもう極端にこう難しさが違うんですね、それだけそのかなりな大きなコブが各グリーンにあります。パーパット、ナイスパーです。いやしかしこうしてみるとこの最終組の稲垣、倉本、中島、これだけ3人とも頑張ってるというのも非常に面白いですね。そうですね。その原因はやっぱり稲垣選手がよく頑張ってるってことですよ。あ、そうですね。あとの2人は、まあ、なかなかね下へ落ちない選手ですから、さあこちらが15番になります。上空からご覧いただきましょう。今日はなんといってもかなりのアゲンストが吹いている、今日はねティーショット次第ではおそらく80から90残るんじゃないでしょうか、はい、だいたいどの辺にティーショットですか、この右のクロスバンカーの前に見えましたね、はい、この辺でしょうかね。ああでこれがずっとあとだいたい170ヤード残るんでしょうかね、はいはい、そしてこちらがグリーンです。手前に大きなコブがあるんですね、はい、そうですね。ティーショットは中島、ナイスバーディーを取りました14番、かなりあのモロのアゲンストですよ、はい、ティーショット難しいと思いますよ、はい、相当左に打っていきました。フェード気味で左打ちましたけど落ちますかね。ああこれなら落ちますよ、勢いがありますから、ああダメか、でもボールが見えますからね、はい、なんとかなるんじゃないでしょうか。ただバーディーを取るっていうことはちょっと厳しいでしょうね。ここはね、フェアウェイ止めていきたいところです、昨日中島がこの15番でいいバーディーを取りました。右は OB であります。吉田さん、はい、さっきから大声援してるあの一人分かりました、稲垣大成君 の、 あの弟だそうです。あそうですか。現在7アンダー単独リーダー。あれいけない、いけないですよ。バンカーで止まればいいですけどね、はい、あんまり右行くと大丈夫ですか。右ですね、大丈夫ですか。あいかん、 OB か、 OB かもしれませんね。 OB じゃないでしょうかね。
ああ、ボールをもう一つ取り出しましたね。いや、痛恨の OB です。そして倉本、これはいい球ですね。あ、これやっぱり低いボール打ってますか。これ最高でしょう。必ず見跳ねていいところですね。いや、稲垣選手もったいないな。しかしね、稲垣選手は残念ですね。結局あのこの向かい風になってきたときにね、ええ、稲垣選手は球がこう高い球ですから、はい、気になるところだったんですかね。これはいいですよ、本当に、はい、これはもう最高の球ですよ。さあ、ここでまたトーナメントリーダーの変動がありそうであります。最終組15番に移りました。生中継で下秋葉カントリークラブからお伝えしております。ファーストバッター。さあ、鈴木浩一がこれがパーパットですよ。入れなきゃいけませんね、もう後ろが落っこったってことはね、まあ、これで現時点で分かってるというか本人は知りませんけどね、はい、大事なパットですね。強めに、ナイスパー、ナイスパー。スイッコイチの優勝争い十分残っています。吉田さん、はい、鈴木さんはですね、とにかく今日は集中力が大事だと、しかも昨日より1時間スタートが早いし、どこまで集中力が持つかとこういうふうに言ってましたね。なるほど、はい、ナイスパーです、鈴木浩一。吉田さん、はい、稲垣選手のですね、わずか OB ライン結んだところから20センチ30センチまでないんです。わずかに OB です。あ、そうですか。ドライバーで打ったんでしょうかね。やっぱりアゲンストだからドライバー選んだんでしょうか。彼ぐらいの飛距離があればスプーンでもよかったような気がするんですけどね。ですからミスしても左の土手に行ってれば ね、その考え方で打ってればよかったと思うんですけどね。距離があるだけにね、左のラフから中島です。あ、6番アイアンですか。倉本選手ですね。あ、倉本のね、170ヤードぐらいですね。あ、昨日は山田さん、これ130ヤードぐらいからみんなうとっとバンカー打ってましたよね。そうですね。いやー、今日は約50ヤードぐらいやっぱりアゲンストで違いますね。違いますね。ここはバーディーを取り行くホールではないと思うんですよ。そして中島からということは、中島はどっちを、これ左しかないと思うんです。左ね、旗は狙ってはいけないと思います。はい、中島は昨日はここでセカンドは8アイアンで見事なバーディーを取りました。今日は6アイアン左打ちましたよ。左打ちました。届けばいいですけどね。うわ、また来た、また来た、素晴らしい。もしかするとね、逆転がありえますね。ありえますね。はい、あのクラム選手のバンカーショット難しいですよ。はい、昨日今日と素晴らしいショットを見せています。16番ロングホール鈴木浩一、このロングで取れるかどうか。この16番ロングホールは3打勝負であります。ティーショットは右を抜いていきます。おっと、右のクロスバンカー。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですね、はい、これはもうどうせあの低いですからね、はい、もうロングアイアンで出ますから、はい、さあ、そして稲垣大成、これから4打目。7番じゃ大きいじゃないでしょうかね。あ、そうですか、あのちょっと沈んでますから ね、フライヤーをちょっと気にしないと。でもアゲンストですから、それ計算してると思いますけどね。ダフりましたけど、結果的にダフって左目でどうでしょうね。ああ、どの感じ、これはちょっとあそこだとね、パー取りにくいです。あ、そうですか、うん、もうということはティーショット OB 打ってるだけに、いや、アプローチが止まらないですね。これは稲垣大変なホールになりました。どうやらトーナメントリーダーが逆転しそうです。これ倉本のボールですね。みたいですね。ちょっとピンまでの位置も見たいですね。これ方向がこっちへ打ってきます。ピンは近いんですよ。ピンは10ヤードほどなんですけども、落とすとこがかなり旗の方へ下がってる。その前に稲垣ですか。これ、稲垣のこのアプローチがね。ピッチエンドランしかないんです。
上げられません、難しいです。これが第5打になります。そして倉本ですが、まずアドレスはどういう形で取りますか。やっぱりあの砂には入れませんのでね、ええ、あのエッジのその芝のところに立って、昨日は最終18番では見事なバンカー見せましたけどね。あれとはこれだいぶ違います。違いますね。これはちょっと難しいです。開いてたのをちょっとかぶしていくっていうような打ち方なんでしょうけども、もうはっきり言ってこのバンカーショットはね、何にも言葉ないですね。そうですか。もうすごいです。さあ今のリプレイです。開いてたのを今度はかぶせていくんですね。かぶって打ってますね。はいね、フェースが。で転がすわけですね。転がしていくというね。はい、素晴らしいですね。この辺ですね。この人はもうテクニックの数は相当持ってるよと言われるところはね。今のはもう名手青木選手でも大変だったと思うんですが、うまくできるのはこの倉本選手と青木選手ぐらいじゃないんじゃないですか。さあ16番のあれ。さっきバンカー入ったと思ったらそうじゃなかったんですね。いやバンカーだったですよ。鈴木浩一のティーショットバンカーでしたね。今の本当にセカンドでしょうか。じゃないでしょう。あそこ行ったらティーショットね、ちょっと先ほどバンカーだったですね。ちょっと後ほど確認しましょう。さあ5オンの稲垣です。これが入ってダブルボギー。なんとか入れたいですね。いやそれはもちろんですよ。これをねまだ残りますよ。そうですね。でラインはいいですよ。しっかり打てばまっすぐです。吉田さん、鈴木浩一はバンカー入ってませんよ。あ、そうですか。はい。おっと惜しい。これで7のトリプルボギー、なんか4アンダーに大きく後退。まあ、このコースの怖さ、ねえ、本当にせっかく作ってきたものをポンと一ホールで放り出してしまうというね、はい、このコースの難しさですね。はい。それからこの中島の6番アイアンですか。これもう言うことないですね。このショットもうこれはね、もう技術とかなんかじゃなくて、もうここへ落っこってきたっていうか、こういう球が出たっていうのはもう私は技術よりもっと上のものがなんか働いてるような気がしょうがないんですね。しかしこれを入れると6アンダーで倉本と並び、いよいよ下りのスクラインなんですよ。戦いになります。さっきの14番で入れたパットよりは難しいです。さあバーディーパット。ナイスバーディー、連続バーディーです。中島が来ました。倉本と並びでやります。6アンダー、そして鈴木浩一が5アンダー、稲垣が脱落4アンダーです。残り3ホールの戦い。さあ上空からです。まずティーショットが割合右目にこれ打っていきますよね。そうですね。今日はしかしあんまり右目打てないですね、風がアゲンストなもんですから。で鈴木浩一がこの右のクロスバンカー捕まったと思ったら、出てたんですね。出たんですね。前バウンドして出たんですね。はい、ね、はい、そしてセカンドショットを。セカンドは今日はちょっとロングアイになりますね。なりますかね、かなりこの辺は打ち下ろしていきます。2番3番ぐらいで今日の旗の位置はね、あの左のバンカーのすぐ脇です。さあサードショットは少し楽でしょう。そうです。球が止まるだけに。あ、そうですか。はい、
これがホールの断面図になります。さあ16番いよいよ中島倉本の激しい戦いが残り3ホール勝負。ストロークアベレージは 5.26。 左からのアゲンストの風が吹いてますね。はい、あ完璧、いいところです、ね、そして倉本今日初めてドライバーで打ちましたね。そうですね、ちょっと左目ですけども、まあ、それだけアゲンストの風ということでしょう ですね、はい、あの左ですと倉本がどうですかね。やっぱりちょっとフックボール打ってかないといけませんかね、セカンドね、アイアンでフックですね、はい、さあ稲垣大成また復活できるかどうか。4アンダーはこの稲垣とそれからブレント・フランクリン4位タイであります。その後2アンダーにブライアン・ジョーンズ、佐々木久幸、それから1アンダー2位関、イーブンパーには杉原照夫、室田清、山本義孝といます。次の第3打、止まらないですね。奥のバンカーまで転がったか、ね、これは難しいです。このバンカーショットはちょっと神経使いますよ。この放送は群馬県安中市にあります下秋間カントリークラブからお伝えしております。さあこの16番の断面図ですが、杉本さん、はい、セカンドをどこに持ってきたいですか。そうですね、セカンドはね、この大体この辺が100ヤードぐらいの位置なんですよ、ここへ止めたいですね、はい、でしかもねちょっとね左目のフェアウェイ止めたいですね。こっちはね旗が今日はこのここなんですよ、でちょっと打ちにくいんですね、ここでは、はい、ですから左から打てばこういう角度で打てますね、そこへ持ってくるかどうか。まあ、そういう点ではあのティーショットのポジションと、あ、倉本の位置ですね。これはね、もうまっすぐは打てますよね。相当なフックを打たないとあの左目のフェアウェイは捉えないんですね。そうですね、右サイドのフェアウェイは捉えられますよ、はい、フラグフックをやるでしょう。かなりボールが右に出るはずです。4番アイアン、吉田さん、はい、もともと倉本君はフッカーですからね、フックかけるのは優しいと思いますよ、はい、さあこれからぐーっとフェアウェイが落ち込んでいきます。そして左のややラフ目ですが、ちょっと距離は残ってますね。ラフであるともうあの旗の位置は止められませんから、うん、厳しいですよ。そして中島の方は、まあ、割合これはもうストレートのボールでいけますよ ね、はい、あのオープンに、まあ、もうすごく広く広がってます。ということは山田さんあれですね、ティーショットのポジションとしてはもう絶好の位置ですね。これ以上ないというところですね、はい、しかし結構アゲンストが強そうですね、はい、あのまたちょっと強くなりましたね、はい、この画面で見るとですね、向こう側の右側のこのキャディさんの右側に木がありますね、あの方向のちょっと右ぐらい出てきれば最高なんですね、はい、なお中島、倉本両者ともにこの16番過去3日間はいずれもパーで通過しております。うん、持ちましたのが5番アイアン、100ヤード地点までボールが落ちてきました。これは完璧な場所というか、まあ、こうベストポジションに近いですね、はい、距離も出てます。大体残りがあそこまで行くと100ヤード、はい、100ヤードですね。そして稲垣大成、左からのフェードですね。うん、これもいいところですね。でもあそうか、すみません、もうちょっと左サイドがいい、はい、次第4打、このコブを越えて
これからボールが転がっていきますが、これはもう素晴らしいバンカーショットですね、もうこれ以上ないというぐらいいいバンカーショットです、この16番はコブが大きなコブが3つぐらいありましたからね。そうですそうです。倉本と中島が並びであります。鈴木浩一が5アンダー、現在のランキングであります。群馬県安中市にあります下秋間カントリークラブ。さあこれがパーパットです。優勝争い残るかどうか。あれ、あっと、このボギーは痛い。これはもう彼にとって一番大事なパーパットですよ。そうでしたね、惜しいな。2ストローク差。残り鈴木浩一にとっては17番ショート、最終18番ロング、この2ホールになりました。ちょっとこのグリーンの傾斜をですね、コンピューターグラフィックでそのコブの位置を、はい、また杉本さんにもこの画面でもコブがよく分かろうかと思いますが、池、そしてグリーンの右側、この方向がグリーンの奥ということに、はい、今日のピンポジション、はいはい、でここに一つコブがあるんですね、はい、ここにあって、はい、ここにあるんですね、ええ、で今日はここからこう下ってるんです、うん、これもちょっと下ってます、ええ、どこにつけたら一番いいですか。ここです。ここにつけたら一番いいと、はいはい、という16番のグリーンです。まあ、これだけのプレイヤーが集まっててストロークアベレージを5を切ってないんですからね。こちらに倉本のボールですね、山田さん、倉本の位置でピンまで何ヤードぐらい見たらいいですか。アゲンスト入れないで110ぐらいですね。あ、150ぐらいですね。あ、150ぐらいね、はい、すいません。うん、そうですね、ラインがちょっと沈んですよ、長いところにあるんですよ、で冒頭にもお話しました、目がものすごいんですよ、密集したところなんですよ、茎がこう伸びてるところですね、はい、これがアゲンストだと怖いそうですね。でクラブ今ねこれ9番ぐらい持ってますよ。だからもうフライヤーを計算でしょうかね。計算してと。山田さんにもう一遍ね距離を確かめてもらいたいんですけどね。9番でアゲンストで、はい、多分そう、フライヤーをね計算して打つんじゃないかと思うんですよ。150ヤードあるとほとんど届かないんじゃないですかね。ですから最大のミス、手前の池ですね、それだけを避けないと。8番アイアンで打ちました、池を越えて、いやいいですね、8番ですね、これはしょうがないでしょう、ね、はい、もうこれはいや、うまいですよ今のは、さあそしてまず稲垣です。稲垣大成は何としてもここバーディー欲しいところですが、ピンの左サイドにつけることができるかどうか。池越え、いやいやミスじゃないとそこにつけようなんて気になりませんよごめんなさいもっとチャー、素晴らしい、これは出ました、スーパーショット、復活です。中島、いやすごい精神力です。いい、はい、ボールを見ましたね中島選手は。なるほど、で同じボールを打ちやすくなりましたよ。あ、そうですか、はい、まあ、見た目には美しい池でありますが選手には大変プレッシャーを与えます。吉田さん、はい、中島選手のところなんですけどね、ちょっとつま先上がりなんですよ。ほう、ですからちょっと左行くの警戒するかもわからないですね。その辺が出てますか今のショットに。はい、左の肘を張って左行かさないようにしましたよね。あ、まあ、この大変美しい池は冬になりますと渡り鳥が200羽ぐらい飛んできてね、大変賑やかになるんだそうですけれども選手にとっては大変な池です。鈴木浩一、こうなると4アンダーというのはどうでしょうか、ね、苦しくなりましたね。17番、今日のピンポジションはセンター奥です。
ティーグラウンドからグリーンの面を見ることができます。いやこれまたバーディーチャンス、ベストポジションですよ、パッティングラインとしてはね。これ取っとけばもちろん分かりませんね。そうそうです、18番まだありますからね。いい戦いになりました。第60回日本プロゴルフ選手権最終日であります。16番がロング、17番ショート、そして最終18番は2オンも可能なロングホールです。だいぶ放送席でも風の音がね、はい、入ってくるようになりましたから。そうですね、だいぶ強くなりましたですね。目見えないから何見えないでこれは先ほどコンピューターグラフィックで言いましたけれど、はい、コブを間に挟んでませんか。ちょうどねコブとコブの間で右側にかかってるんですよ、右側のコブに。で、右側のコブの斜面のところをずっと通ってくるわけですよ、だからかなりのフックラインになるわけです。ちょうどなんか群馬県を表している上毛三山の間を縫ってるようなそうですかね。とするとこの右のコブは赤木さんでしょうか。で結構なコブなんですね。ラインさえ間違えなければですね、そんなに変なパットにはなりません。あ、そうですか、はい。でこのままでいきますとね、この画面の右の方を通ってくるわけですよ、はい、それで最後ずっと右の見た目の左ですね、でこの画面のこれですね、で今度は最後曲がってくる。コブの傾斜でグーッ、おっと入ったバーディー、抜け出した7アンダー、すごい。ロングパットフックライン見事に入って7アンダー、うわ素晴らしい。これはね中島選手つらぐいですね、中島選手の方がラインに乗せにくいところにありますから。あ、そうですか、これは、ね、ラインに乗せラインが一方通行というか一つのラインなんですね、それだけに良、まあ、かったですね。吸い込まれるようにして入ったナイスバーディー7アンダー。なお69名がプレーしておりますが、この16番8個目のバーディーであります。今日最終日どうですか、精神的に中島に与えた今のバーディーパット。いや大きいですよそれ、ね、中島選手のパットはねちょっと嫌なとこなんですよ、はい、左行って右へ帰ってくるようなパットなんですよね、ちょっと気になるとこなんですよ。左側に来てくれよ、この辺に来ればいい。まあ、今日最終日はデビューした頃のような無心にね帰ってプレーするんだと言っていた中島でありますが、これをまた入れ返すようなことがあるかどうかです。入れたら大したもんですけどね。そうですね、これはちょっと読みにくいことは間違いないんです、はい、過去3回このジャパンプロのタイトルを取っています。入れ返すか、読みにくいからね、強めのパットができないんですよね、はい、中島6アンダー、倉本7アンダー、そして稲垣はまずこれは取ってくるでしょう。間違いないですね、これは間違いないですね、これで5アンダー、まだ残ってますね。残ってますよ、2ストローク差。稲垣選手の17番、18番でね、稲垣選手の飛距離からいくと18番イーグルって可能性もあるわけですから。ありますよね、そうですね、稲垣が5アンダーであります。倉本が7アンダー、そして6アンダー中島、5アンダーが稲垣、いずれも最終組のメンバーであります。そして鈴木浩一は17番でバーディーチャンスを迎えております。いよいよ第60回日本プロゴルフ選手権も大詰めに入ってまいりました。その17番のグリーン上、フランクリンバーディーパットです。フランクリンは4アンダー。しかしこれだけのメンバーですと、はい、やっぱり勝つか負けるかのことを
の戦いですね。もうそ2位とか3位とかもう関係ないそうですよ、ね、うん、まあ、あの稲垣選手はね、あの多少考えますけども、はい、他の選手は鈴木選手、中島選手、倉本選手、この辺はもうそんなこと考えてません ね、 そうですね、上だけですから、上だけ、優勝だけ、さあこれを入れないと鈴木浩一は、これはもうこれ入れないとほとんどね、もう可能性ないと言っていいですね。そうですね、でもこれはラインとしてはいいんですよね、はい、もう左の縁で強めでしょうね。吉田さん、はい、今日鈴木はずっとショットは良かったんですよ、ただそれに応えてくれるパッティングがなかった、なかなか、ですからなんとか入れてほしいですね。スリーパットは一度もありません今日は。あ、そうですか、大詰めで入れるかどうか。つなげました、ナイスバーディーです、5アンダー。やっぱりすごいです ね、 ね、また、まあ、いいところへついた時にはやっぱりチャンスが出るわけですよね、フランクリンは4アンダーであります。さあグリーンが開きまして最終組160ヤード。倉本選手は一番大事なのはこの次じゃなくてこのホールです。はい。このホールをどう打つかです。うん。うん、でこれをビタッとくればもうおそらく8部か9部いける。ですね。非常にこれはだから大事なホール。倉本選手にとってはですよ。グリップを拭いて。さてここで一番いいポジションはどこにつけたらいいですか。手前ですよ。手前がいい、あの間違っても左へ打たないこと。あ、そうですか、これ右の手前最高。はい、8アイアンを持って風は右から左にフォローです。はい、あっとキャリーオーバーのバンカー、ね、いやこれは今度はいかにバンカーショットがうまい。はい、昨日8番で打ってましたよね、それで今日風が強いんでフォローなんで9番でいいと思うんですけどね。9番でいい、私もそう思いました。山田さん言う通り、私もそう思って、私は9番持ってると思ったんです。あ、そうですか。で8番持った時にあっと思ったんです、軽く打つなと思ったら、やっぱりあの緊張感の中ではね、球が飛ぶって言いますね。あ、そうです、それじゃないですか。そうですね、はい、中島もなんか倉本のボールを見て今じーっと考え直しましたよ。8番持ってんだけども、持ってますね。ちょっとこれではどうでしょう、8番9番で打ったらいいと思うんですよ。カットしました。カットしてますか。はい、球は飛ばない球ですから。いいところ、いいところですね、これがいいところ、わざわざねやるプロの技術ですね。球が飛ばなく止まる球、カットボール、はい、ちょうどあの風に逆らって打ったってやつですね。そうですね、右から風が吹いている、その風にまあぶつけるような感じでという。もう稲垣選手はこれ9番、はい、十分です。右からの泥系、まあ、この辺で測りますとインパクトからグリーンボール落下するまで約6秒ぐらいいうショットになります。右から左に強い風、なかなかボールが落下するまで非常に不安になるんですが、はい、その鈴木浩一18番。おー、ティーショットの落下地点によっては十分ツーオンのチャンスがあります。フェアウェイを捉えました。この放送は群馬県安中市にあります下秋間カントリークラブより生中継でお伝えしております。
杉本さん、このバンカーですけどね、はい、これはね、バンカーショット名手、昨日あの15番のバンカーなんかもう本当に考えられないぐらいうまい。だけどこの状況はまたまた難しそうですね。ですね、いわゆるダウンスロープです、でしかもそのバンカーのグリーンのエッジから旗までが近いこれですね、はい、でしかもちょっと下ってるという状況で、ものすごいスピンをかかんなきゃ旗のところで止められないですね。完璧なショット。だからこういう場合にはね、ダフリはほとんどないんですね。間違ったらしょうがないんですよ。オーバー目になることです。なるんですね。非常に薄く取っていくわけですね。そうです。ですから間違ったらオーバー目になります。さあどうでしょう。いっぱいに落として。すごいですよ。もし青木選手がこのテレビを見てたら、なんて言ってるでしょうね。面白いですね。杉本さん、はい、で倉本選手のバンカーショットっていうのは普通のアプチっていう感じの打ち方なんですよ ね。ですから優しい打ち方っていうんですかね、そんな感じがしますね。で彼はね、バンカーがうまいだけに自分でクラブをバンカーのサンドを設計してますよ。で今日もそれ使ってるんですね。ああなるほどね、それにしても15番ですか、はい、そしてこの17番、バンカーというね、この15番の方がもっと難しいんですよ、でもこれももう難易度が高い、素晴らしい、まあいわゆる D 難度ですね。なるほど、さあそして稲垣大成からバーディーパットに入ります。まあ、おそらく倉本選手がパーを取ってくるでしょう。そうすると稲垣はこれ入れてワンストロークで最終18番入りたいですね。ただその18番をスイッチ狙うんですか。残り230ヤードあります。あ、狙います。アイアンです。狙いません。刻みましたね。はい、そして稲垣です。ちょっとスライス上り強めに行きたいですね。もう外れてもしょうがないんです、はい、強く行ってもらいたい。あ、惜しい。中島バーディーパットです。これが一番いい位置だとおっしゃいましたね。いいですね。もう最高でしょう、これは。ほとんどまっすぐですからね。はい、吉田さん、はい、これを中島君が入れてくれると18番本当に面白いですね。確かにね、刻むかそれとも2オン狙うか。私は入る方に78割の率、70% か 80% の率があると思うんです。そうですか、はい、14番のショートではだいぶ距離があったんですが、やっぱりつけた方向が良かった。いいです。これもそうですね、それと同じようにね、はい、これまたいい方向。ただ今度の場合はちょっと打たなきゃなんないという、はい、さあアドレスに入りました。ちょっとラインを間違えたんじゃないでしょうかね。左にスライスと読みましたよね。そうですね、あんまり切れないんですよね。今度は倉本パーパットです。まあ入るかもしれませんけど、ただそんなに簡単なパットじゃないんです。あ、そうですか、中島選手の見ましたでしょ、で反対側からこれフックに見えるはずなんですけど、はい、右へ打ったらダメですよ。あ、そうですか、まっすぐ強く打つしかないんです。あ、
ストローク差は変わりません。18番鈴木浩一第3打。さあそれでは18番ホールを上空からです。こちらがティーグラウンド、そして右の林の上を打っていきますかね。今日はね、左側からフェード気味、ちょっとアゲンストの左からのアゲンストですからね、はい、左からのフェード気味ですね。あ、そうですか。右はちょっと狙えないですね、今日の風では、はい、そしてグリーンの右手前には池があります。ただあの加瀬選手は随分ティーショット飛んでましたね。あれはあの頃風がなかったですかね。そうかもしれませんね、あれは本当にめちゃくちゃ飛びました。まあこれあの杉本さん、ティーショットがどの辺まで来れば2オン狙えますか。はい、ティーショットはですね、このゾーンですね、ここまで来ないとダメですね。あ、そうでもこの辺しか今日は来ません。なるほどね、アゲンストでね。さあ、はい、ちょっと待ってくださいよ。倉本は何を持ちましたかね。ドライバーですか。ドライバーですね。あ、ドライバーで右の林だけ避けて左へ打ちたいところですね。あ、はい、どうぞ。18番なんですが、フランクリンが2オン狙いで、右の池に入れましたね。あ、そうですか、はい、うーん、吉田さん、はい、16番あの稲垣大成選手バーディーですよね、から倉本選手バーディーですよね、それで、そうするとオーナーは倉本君 で、で2番手が稲垣選手なんですよ、17番のティーショット、それ中島君が先に打っちゃったんですよ。ご存知だったですか。あ、そうですよ。それ稲垣君に聞いたんですよ、そしたら2人とも気がつかなかったそうです。左行ったんですね。バンカー、あら、いや、これはちょっと厄介になりました。安全策を取りすぎましたね。山田さん、はい、あの順番が間違ったわけですね。そうです。でこれはストロークプレーではどうですか。なんでもないです。なんでもないです。関係ないですね。2人ともね、多分、それでこれで今度戻るわけですね。そうですね。あのマッチプレーですとダメですよね。ね、珍しいですね。2人とも全然気がつかなかったそうです。あ、はあ、さあまず2番手稲垣大成、これは右のなんとか、これは狙いますよ。狙っていくでしょう。当然狙います。飛ばし屋の稲垣、さあ会心のティーショット出るか。うん、この表情は、ね、これは右の林へ入るんじゃないですかね。右の林でしょう。うーん、下まで来たんですね。彼の力でかどうか、彼の力だったら距離は行きます。行きますか。行きます。そして中島です。中島今ワンストロークビハインド、同じとこですね、あれの稲垣選手のちょっと左へ行きたいとこですよ。はい、倉本のティーショットはクロスバンカーに入りました。クロスバンカーの、ね、上じゃなかったですかね。上に行きましたね。バンカー入ってませんよ。あ、上ですか。あの手前ですね、はい、バンカーの。バンカーの手前、はい、左側のですね。あ、さて中島のターゲットはどこを向いているか。かなり強いアゲンストです。同じラインで金の方へ飛びました。あ、これも右の林の中ですがクラブは触れます。距離的には届くところなんですよ。前がどうなってるか、ねええ、そしてこちらに倉本のボールが、これですか。あ、これはでもかえって刻みですから、ね、刻みしかないんですよね、ええ、第3打勝負。うん、どうやらこれ第3打勝負になりますかね。その前にお知らせです。この放送は群馬県安中市にあります下秋間カントリークラブより生中継でお伝えしております。18番のグリーン上鈴木浩一、現在5アンダーは3位タイ。これからバーディーパットに入ります。
っていくんですけどね。そうですね、ちょっとフックラインですね。ですね、もう一番いいとこなんですね、旗に向かっては、はい、あそこは。吉田さん、はい、稲垣選手のね、打つとこはダウンヒルなんですよ、でグリーンは狙えません、はい、それでその前にもう一つタンコブの山があるんです、ですから上げなくちゃいけないんでちょっとグリーンは無理ですね。あ、それから中島の方はいかがですか。中島の方はですね、つま先上がりでね、狙えないことはないです。お、グリーンは空いてます。ウッド持ってますよ。はい。ですけどね、ちょっとでも球が上がったら枝に当たりますね。はあ、まずは稲垣。この木の枝の下を抜いてきます。さあそれから問題は、おっとバンカーの手前、あー入った、このバンカー入ると難しい、これは難しいですね。中島選手狙いますよ。どんなボールを出そうとしてるんですかね。多分ね、低く打って、それで左奥のバンカーに行ってもいいという感じで打つと思いますよ。あー、さあ池を越えて高く上がった。これはミスです。あー、そうですか、左ですね、はい、あ、結果同じですね。刻んだと同じこと。これはこれっていいとこですかね。いやいや、まだ結果は分かりません。現在倉本ワンストロークリードのみであります。この放送は下秋葉カントリークラブより生中継でお伝えしております。さあ、いよいよ本当に大詰めであります。なお、この放送は一部の地域を除い放送時間を延長してお伝えしてまいります。倉本第3打、ちょっとディボットでした。どうですか。あ、どうだよ、っと心配しました。ちょっとね、いやいや、ちょっとライがね、うん、低い、ちょっと悪かったですね、でもそれをやダフンの絵だからバッとぶつけたんですよね。そしたらヘッドが返っちゃったから飛んじゃったんですね、さあ、そして中島、これはもうとにかくつけるしかありません。 OK、距離は正確に、山田さんどうでしょう、ピンまで、はい、40ヤードぐらいですね。もうそんなもんですか、はい、残り40ヤード、サンドウェッジ、さあどうだ、やりました。今のは相当カットに入れてるんです。完全にやる、もうバンカーショットのようなフェースの使い方でクリーンにボール打ったわけですね。あ、でしかもグリーンのこのコブを利用した感じで、あれはもう素晴らしい計算通り技術。吉田さん、はい、このね、トッププレーヤーの技術っていうんですかね、この土壇場に来てこれだけのいいショットを打てるっていうのはやっぱり大したもう精神力です ね、 ね。それと大変なのはプロ稲垣選手のこの距離ですね、バンカーショット。そうですね、これ一番嫌な距離ですからね。うん、フェース開いてますから多分エクスプロジョンのフルショットするんじゃないですかね。あ、距離はやっぱり40ヤードぐらいありましょうか。しょうがないでしょうね。生中継でお伝えしております。第60回日本プロゴルフ選手権の最終日、
一部の地域を除いて放送時間を延長してお伝えしております。倉本7アンダー、そして中島6アンダー、この両雄わずかに1ストローク差であります。なおプレーオフの場合には18番をまず使用することが決定しております。倉本選手が入れればもうその時点で優勝決まりなんですけどね。そうですね。だけどもう倉本選手のパットもチャンスはありますよ。あ、そうですか、うん、まあ、しかし今回は大会前に競技員の方々に聞いても大体まあ7から8ぐらいが優勝スコアじゃないのっていうことを言ったんですけど、その通りですね。全くそのスコアにこうなるもんですね、私も、まあ、1日目終わったところで大体8ぐらいだと10はいかないと思ってました。はい、まあ、その大会初日では荒井貴子選手が3アンダーですかね、はい、いいスタートを切りまして、記者会見で、うん、夢を見たいなっていうことを言ってたんですけれどもまあ同じような意味でこの稲垣選手なんかはまさにその大きな夢が実現しかかったんです ね、あの15番のあの OB がね本当に欲しかったです、そうですね。あとで振り返ってドライバーでなく他のクラブでも良かったんじゃないかという悔いが残りますね。そうですね、これから距離はあるんですがバーディーパットに入ります。その時点で優勝決定であります。バーディーパット、ダメです。あっと意外に転がった。これは中島選手より長くなったかもしれません。あ、そうですかね、うん、私はあんなに強く打つとは思わなかったね。あ、やっぱりあるんですかね、いやー、いやですね、この場面であれをやらされるってのは本当に嫌なもんでしょう、ちょっと時間をやっぱり、かけた方がいいですよね。かけた方がいいです。この3日目4日目と倉本選手上からのタッチっていうのは非常に良かったんですよ、だから倉本君でもやっぱり多少なりともプレッシャーっていうのがあるんでしょうね。インパクト強く出ましたもんね。ちょっとやっぱりこう気持ちを沈めようという時間ですかね。完全にそうですね、もう沈めていいんじゃないですか。そうですね、はい、嫌ですよね、こういう状態の時はね、綺麗にヘッドが出るかどうか、はい、さあパーパットです。これで7アンダーでフィニッシュ、281ストローク。さああとは中島次第です。中島入れればプレーオフ、外して倉本優勝。上りのスライスライン、はい、
で、クラムス選手のパーパットよりちょっと難しい。ええ、これまでジャパンプロ優勝3回、4回優勝というのがこれまでの最多優勝回数。その最多優勝回数に並ぶためにはこのバーディーパットを入れなければいけません。そして向こう側中島であります、まあ、このアテストが終わって、そして18番のティーグランドに移動してプレーオフということですが、いや60回記念大会すごい大会になりました。本当ですね、うん、だけどすごいですね。あれ山田プロの最初のリポートでなんかこう満を持している中島というリポートありましたよね。ありましたね、もう今週の中島選手は非常にスイングの調子がいいというかね、振りが良かったですね。はい、中島は14番15番連続して取りましたよね。そうですね、14番のバーディーも大きいし、15番のあのセカンドショットがすごかったですね。そうだったですね、それから倉本は16番で長いのが入りました。あれね、あれは本人はまあ2パットでもいいかなと思ったのが入ったくないですか、はい、けどね、とにかくこの2人はいいプレーをしたと思いますね。さあこれからティーグランド移動まではちょっと時間があると思います、それではまあ今日のハイライトをご覧いただこうかと思います。これは1番のティーグランド場、稲垣が7アンダーでスタート、そして倉本6アンダー、中島5アンダーでスタートしていったわけであります。これが第3打のアプローチ、これがライが悪かったということでちょっとミスをしました。ボギースタートでありました。これは4番ホールです。ミドルホールの倉本のセカンドショット、これを入れて倉本はバーディーを取りました。
吉田さん、はい、今あのハイライト中ですがね、アテストの頃の両選手の表情をお伝えします、まず飲み物を2人ともごくりと、それからアテスト終わりますとね、はい、17番ティーショットの順番間違えちゃったと、この話が出ましたね。その辺から中島選手は表情は非常に柔らかでした、うん、倉本選手はややこう厳しい顔ということでしたね、なるほどね。この14番のバーディーパット中島、そして稲垣大成痛恨の OB15 番、強いアゲンスト、ボールが右に行ってほんのちょっと OB ゾーンにボールが入りました。で一方中島がね、これですよ、もう、結局技術以上は私言いましたけどね、技術ではこれもそうですよ。あ、これも技術だけでこういうものができるかと思って本当にできないぐらいの2人のプレーですね。これで一旦両雄並んだわけであります。よく頑張りましたけど ね、 そ, うですね。それからそうそう、このバーディーパット16番、これで抜け出しました。あ、今18番のティーグラウンドに向かいます倉本です。でこれがディボットということで、でその後中島のサンドウェッジですか、これはすごいんですよ、あの左側から右斜面のこれ落とすんですがね、はい、このやっぱり技術はすごい技術です。これあそこを落としてね、思った通りの球が出なかったら右に跳ねてくれませんから、はい、だからもう すごい自信の、ね、ショットですね。さあ1992年のジャパンプロ、いよいよプレーオフが始まります。最初は18番ロングホールです。まず倉本ドライバーを持ちました。先ほどはティーショットは左に行きました。今度は左じゃないでしょうね、はい、先ほどはやっぱ安全なことも考えて左行ったんですけど、今度はちょっと真ん中目から右サイドも欲しいとこですね、はい、大丈夫です。気が前にありますね。そうですね。これはもうやっぱり2オンはまず無理ですからね、はい。右の林の中。それから中島です。先ほどと同じラインを狙うでしょうね。はい。ご覧のように高いティーアップ。オープンスタンス。ボールがどこに出るか、フェアウェイですが、ここでこれで235から40、2オン狙えるかどうかであります。プレーオフ最初の18番ティーショットが終了であります。この放送は群馬県安中市にあります下駅間カントリークラブより放送時間を延長してお伝えしております。さあそれではここでセカンドショットの前、ちょっと時間がありそうなのでホールアウトした選手とスコアです。福沢、古山、山本、芹沢大輔初出場、それから宮瀬選手は今日5アンダーベストスコアで回りました。横島、金井誠一さんです。藤木三郎、藤沢、福沢ですか、それから加瀬秀樹、須藤、大井出選手も初出場であります。メシアイ、湯原、杉原デルを初見、丸山、羽川、ユリノフトシ、
山本義孝は過去のチャンピオンです、うん、さてこれは狙ってるわけですか、はい、ね、中島選手は215ヤードですね、エッジまで。おそれでちょっとアゲンスト気味になってきました。さあ狙います。左からどうでしょうか。あんまり右に行くと、吉田さん、はい、あのかなりねアゲンストがねもろになってきたんですよ、ですからねちょっとね2オンちょっと無理かなっていう感じなんですけどね。うーん、倉本選手に狙ったんですが池であります、はい、で倉本選手はちょっとアップヒルでね、多分池見たんで刻んでいくと思いますね。そうでしょうね、はい、あ前も空いてますね。さあこうなると、そうですね、まあ、倉本がバーディーを取ってしまえば決着という感じでありますが、その前にお知らせであります。この放送は群馬県安中市にあります下秋間カントリークラブからお伝えしております。プレーオフです。中島、右手にすでにドロップ用のボールを持っているんでしょうか。これはかなりこう強く振ったんですけどね、ちょっとそれヒール気味の左からのスライスになりすぎたんですね、はい、おっと倉本打った第3打、危ない、あらあらあら、あれこれはまたちょっと分かりませんね。これはねパー取りにくいというかアプローチは難しいんですよね。はあ、もう遠くから打つよりずっと難しいと思うぐらい難しい、はい、しかしまだこれ本当に分からなくなりましたね。中島選手のまたアプローチはライさえいいとこだったらまた止まるライでいいんですよね、はいはい、今なんてこ難しいですねこういう場合は。なんこれが第3打、どうしたんでしょう。パターでできればいいかもしれませんけど、パターでできる距離じゃないかもしれません。あ、なるほどね、まあ、パター持つかもしれませんけどね、吉田さん、はい、中島選手池に入りましたね、その入った地点ピン結んでずっとどこまでも下がれるんですよね、はい、ルール上相当下がってますね、はい、下がってます。ですから一番自分の得意な距離とそれとライですね、一番いいラインのところにドロップしようと今考えてますね、はい、今立ってる地点でだいたい距離どのぐらいになりますか。これで50ヤードぐらいでしょうかね。50ヤード、はい、あー球が止まった方がいいわけですよ、はい、あまだ戻ってますね。そのためにはサンドウェッジでしっかり割にしっかりコントロールできると、はい、打てて。吉田さん、はい、それでこの20回大会ですよね日本プロ、それでまあ選手会の会長と副会長なわけですよね、本当に盛り上げてくれたなっていう気がするんですよね。あこの60回記念大会をね、はい、すいません60回、はい、まさにそうですね。そうですね、80ヤードぐらいのところまで戻りましたね。あそうですか、はい、そうするとサンドウェッジのフルショットをするんですね、はい、あとはその運よく球が止められるようないいラインに止まるかですよ、ドロップさん、ボールがね、結構この、 ドロップも選手は神経を使いますよね。いやこの一打は特に気を使いますよね、はい、そしてですね、さあドロップしました、はい、この地点ちょうど144名の選手がちょうど刻んで打ったところなんですよね。あですからそれが結構2日間ありますから、それかなりタフ取ってますんでね。さあ距離は80ヤードでいいですね、はい、はい、残りピンまで80ヤードこれから第4打であります。ゴルフは何が起きるか分かりません。ロングホール第4打、もちろん十分、はい、これはもう、ね、ちょうど今がね
結局最後はこれからのパット次第でしょうね。そうですね、グリーン乗ってからの。さあ、それで倉本が何を使うかですかね。私はね、やっぱり転がすしかないと思うんですよ。上に上げてくるのはちょっとね難しいと思うんですが、まあ、ただ倉本選手、はい、ほらあのバンカーショットができるようにうまいですからね、こういうのを打つのかどうか。優勝者には副賞として、まあ、トヨタの最も新しい高級車アリスト 3.0V この車が贈られます。優勝賞金1800万円、そして文部大臣杯、その他チャンピオントロフィーもろもろが贈られます。大正15年わずか6名で始まりました日本プロゴルフ選手権第60回大会、現在協会員数は2600名であります。その頂点に立つのはやっぱりパター持ってますね。やっぱりパターでしょうね、上に上げるよりも転がすしかないと思うんですね。倉本か中島か。倉本もこれが第4打うまいです。両者ともにフォアオンコルシアです。さあ、放送時間を延長してお伝えしております。両者ともにこれからパーパットに入ります。まず中島パーパット、だいぶ左向いてますかね。はい、スライスラインです。緊張感ね、タッチを出しましてナイスパー。これは倉本です。これはもう先、こういう場合には先入れた方が絶対有利なんですよ。はい、後の方がもう本当不利になりましたね。吉田さん、はい、あのドロップのあれだけ考えただけの価値がありましたね。本当ですね。会心のパーを取った中島、今度はピンチに立たされた倉本であります。ただ倉本選手の方が上りのパットがあるってだけにね、そういうまあ有利さだけが残ってますけども、まあ今の立場は非常に不利ですね。はい、強く打ちすぎないこと。ああそうですか。強く打つと右側通りますから。はい、動きはいいですよ。さあアドレスに入りました。パーパット、ナイスパー。こちらも譲りません。また18番に戻ります。倉本中島ともにパーで、また18番です。放送時間を延長してお伝えしてまいりましたけれども、どうやら残り放送時間が3分を切ってまいりました。すごい勝負ですね。もう本当にね、まあ、このままいつまで続くんだろうって感じですね。分かりませんね。素晴らしいですね、2つもね。はい、すでにホールアウトした選手のスコアであります若木真一が7オーバー、佐藤秀幸選手は今日は崩れてしまいました。上原浩一、鈴木浩一、フランクリンということであります。なお来年の第61回日本プロゴルフ選手権は兵庫県スポーツ振興カントリークラブで開催されることが決定しております。まあわずかその大正15年は6名でスタートした、はい、この大会がこれだけ素晴らしいトーナメントになってきたということなんですが、なお放送時間を延長してお伝えしてまいりましたけれども、とてもこの決着をお伝えすることができません。この後の模様は、独占スポーツ情報、6時半からの独占スポーツ情報、あるいはその他の、日本テレビ系列のスポーツニュース等々でお伝えすることにしております。中島と倉本がともに7アンダーで並んでプレーオフ、セカンドを池に入れて、これが第4打。
確かに山田プロが言ったように、あの距離と、ドロップエリアを慎重に選んだ感じが ね、それでまたドロップがいいところに乗りましたよ。そうですね、ラインが良かった。このタッチですね、すごいですね。もう本当に途中からもうですね、あと30センチぐらい残したところで本人は確信しましたね。これもいいパットですよ。これは全く、でもどっちが勝つか分かりませんね。これはもう残念ながらね、分かりませんね。これだけいいプレーされると本当ですね。コース内にはツツジの花がそろそろ終わりかけようかということであります。代わりに、まあ、コースから40分ほど行きました前橋市内敷島公園ではバラ祭りが始まったということであります。さあ、ティーグラウンド上に立ちました。プレーオフ2つ目であります。18番、そろそろお別れしなければいけません。解説の方は杉本英雄さんでお伝えしてまいりました。失礼いたします。見事にねじ込んで通算5アンダー。続く15番、これで6アンダーとしてついに首位の倉本に追いつきました。一方、倉本の15番、セカンドショットはバンカーのいわゆる顎に捕まるピンチでしたが、絶妙のアプローチショットを見せます。ピンチを脱した倉本は次の16番、10メートルのバーディーパット。絶対に勝とうという気迫で打ったパットで再び中島に1打差をつけます。しかし中島も見せました。最終18番ロングホールの第3打、 1.5 メートルに寄せます。これを沈めて7アンダー、土壇場でまた倉本に追いつき、勝負はプレーオフに持ち込まれました。最終ホールでこの倉本さんトップ行っててね、中島選手に追いつかれるっていうのは、気分的にトップを行ってた倉本さんの方が嫌な気持ちって言いますかね。そうですね、でも、あの今回の場合はですね、あの中島選手が例えばバーディー取ってきても、ここはプレーオフだという覚悟を持って18番プレーしてましたんで、自分は確実にパーを取ろうと、でそれでバーディー取られたらしょうがない、プレーオフやればいいんだっていう気持ちでやりました。だから結果的にはすごく気分が楽だったですね。そうですか、あの18番のグリーン上でね、あのバーディーパットやや強めに行って下に大きく外しましたよね、あの時は狙いに行ったんですかね。いや、狙いに行ったわけじゃなくて思ったより早かったんです、グリーンが。しかしあの、ね、バーディーパットを待つ前にパーパットを先に決めるっていうのは非常に、そうですね、あれ外すともうほとんど本当に逆転負けですから、すごいプレッシャーあったんですけども、まあ、パッティングの調子も良かったし、これ入れれば勝てると思って入れたんですけどね。なるほどね、まあ、あのプレーオフは18番ホールのサドンデスということでね、今回下秋葉カントリークラブ18番ホールの攻略法っていうのはあるわけなんですか。そうですね、あの今回はですね、あ、これ見ていただければ分かるんですけども、風がですね、こういう向きで吹いてたんですね、こういう向きですね、それでティーショットをこっちから打っていくんですね。そうですね、でここをショートカットすれば2オンの可能性はあるんですけども、これがこの辺がダウンヒルなんです、でちょっと左に引っ掛けるとこのバンカーに捕まって、セカンドをここに刻まなきゃいけないわけですね。あ、なるほど、その辺がその、まあ、飛距離の差っていうか、中島選手はそのこの右の林の中に入って、で僕は左のバンカーの手前と、ね、プレーオフ1ホール目がそういう風になったんですね、でその前 の、 あの 本戦の時の18番は中島選手が今度右、中島選手が右の林で僕は左 で、そうでしたね、でプレーオフ1番目は僕が、右の林で中島選手がフェアウェイの真ん中という風に、そうですね、その第1ラウンドの模様をご覧ください。これはティーの位置を直しましたね。これはあのちょうど看板邪魔になったんですね。ただそれだけですか。ただそれだけで直したんですけども、これオーナーであの僕打ったんですけどね、あの中島選手があの打った林の中なんですね。でこれうまく抜ければひょっとしたら2オンするかなと思って打ったんですね。あ、じゃあ狙い通りのところに行ったのは行ったんですね、で距離的にはまあ僕の場合は本当にあそこに行かない限りは2オンしないと、
中島選手はフェアウェイ打っていっても可能性としてはあるんじゃないかなというところで、中島選手プレーオフは固くティーショットを真ん中打ってたんじゃないかなと思うんですね。そしてここで、はい、でこれスプーンで打つんですけど、はい、あのライは良かったみたいなんですね、ええ、でまあ、スライスして池に入ったんですけども、ええ、あのこの日ずっと僕見てる限り中島選手はスライススライスで攻めてたんですね、はい、でそれがやっぱりこのホール出たんじゃないかなと。あともう一つ、あえてなぜスプーンで打ったかと言いますとですね、はい、中島選手の飛距離だと、はい、池に入っても池の手前から寄せてワンパットパーを取れると、なるほど、十分計算できたんじゃないかなと思うんです、ね、で5割ぐらいは多分パーが取れるっていう気持ちで打ったんじゃないかなと思うんですね。じゃあ池を入れた時点でも勝ったという気持ちは倉本さんなかった、全くなかったです僕は、はい、ここでサードショットが倉本さん、はい、ちょっと手前にということなんですけど、そうですね、あのこれは狙い通りなんですか？まあ、ライが悪かったんでもうちょっと、例えば転がしていこうかなと思ったんですけども、転がせない状況にありましたんでしょうがなくグリーンの左端に打てればいいなと思って打ったんですね、うん、ここパターからですけどこれは、これ本来アプローチするべきなんでしょうけどもね、やっぱりアプローチじゃ絶対寄らないと思って、あえてテキサスウェッジっていうか、パターで打ったんですけどね、しかしいいところにつけましたね、はい、これも中島選手に先にパーパット入れられてですね、その後の僕のパーパットなんで本当に苦しかったですね。そうですね、はい、まあ、ということですけども、中島選手は非常にこう追っかけていったことですから、はい、非常にこう楽にプレーできてるっていう、まあ、楽にっていうか、あの負けてもともとっていう感じでどんどん攻めてこられましたんで、逆にもうこっち守るのが精一杯っていう部分だったですね。なるほどね、はい、まあ、今日3回目にこれ18番ホールを今度回ることになるわけなんですけど、はいはい、今度はあの狙いっていうのはやっぱり多少変わってくるものなんですか？そうですね、多少やっぱ僕は林を越えないっていうのが分かりましたんで、はい、あの林には入らない、ええ、それからあのセカンドどうせ刻むんで、ええ、刻みやすいところにという感じで、感じでもう全然力入れてティーショット打ってないですね。ということはやはりまたあれですか、こうティーショットはもうフェアウェイにもう一つ、この部分ですね、置いとけばいいと、この部分に置いて、はい、ここから一番いいところ、要するにここですね、左側ですね、ここに、はい、持っていけるようにと思って、はい、ティーショットしていきました。はい、はい、それではプレーオフの、2ホール目をご覧ください。これはまあ2打目なんですけど、これティーショットを打ってきて一番いいところを打ってきたんですね、フェアウェイとラフの境目なんですけども、で中島選手はやっぱり一か八か、はい、狙いに行って、右の林です、林っていうかその木の中なんですけども、そうですね、そしてこれはまあ狙い通り、はい、いいところにまあ大体置けたという、そうですね、これ残り75ヤードなんです、ピンまで75ヤード、はい、それから中島選手はあの今右側にちょっと空間あるんですけども、はい、ライさえ良ければあそこ狙ってグリーン狙えるんですよ。ライが悪かったんで、中島選手も刻んできたんです。同じようなところで、同じようなところですけど、はい、中島選手が78ヤードなんです。8ヤード、はい、ピンまで、で左からのですね、少しフォロー目、で中島選手はすっごくライが良かったんです。良かったんですか？はい、で球が浮いてたんで、多分すごくカットに打ったんですね、これ、でスピンをかけてスライス目に入れてバックスピンで戻してこようとしたらしいと思うんですけども、思ったほどスライスがかかんないで、はい、ちょっと返り気味、手首が返り気味で、スピンがかかんなかったですね。で僕はこれはよくこうスピンが効いて、一番こういい狙いやすいところに行ってますね。そうですね、ピンの右サイドに行けば絶対バーディーが取れると思ったんで、はい、中島選手が左側に打ってきたんで、はい、よしもうこれチャンスだと、ここで勝負決めようと思ってあそこに思い切って打ってたんですね。これ倉本さんが打ったところと同じような、はい、僕は72ホール目で打ったところと同じようなところですね。でそれを見てたんで中島選手も強く打てなかったんですよ。打てなくてもあれだけ行ってしまった、打てなくてもカップ過ぎてあのぐらい行ってしまったんですね。でこれは僕は本戦の時に、72ホール目の時にファーストパット打ってオーバーしたラインなんです。ライン、ですからもうこれはですからラインが割とよく分かってたというところで、そういう意味で入ったんじゃないかなと思うんですね。